こんにちは、速稼塾の久保です。今日もね、やられましたね。花屋龍馬さんはね、まるでね、大悟さんなんじゃないかというね、私の動画を私がね、講義として解説したいなぁと、速稼塾のカリキュラムとしてこういうふうに動画を作るんですよとか、こういうふうにインターネットの活動をすると集客できて収入が上がるんですよってことを、まあはっきりと言う時期っていうのはもうだいぶ前だったんですけども、まさにね、今私の動画がどのように成り立っているのかってことを私が説明するものなくね、花屋龍馬さんが全部大正解で解説してますね。確かに私はね、再生数を狙って動画を作っていません。チャンネル登録者数を増やそうなんても思ってません。だから私の動画ってのは、あのギャグで言うことはね、2、3度ありましたけども、動画の最後にね、もしくは冒頭に、私のチャンネルはこういうことを話してますので、皆さんのお役に立てると思います、ですのでよかったらチャンネル登録をお願いしますってことを言ってないんですよ。あのチャンネル登録なんてしなくてもいいですからね。私はチャンネル登録をしたい方は、私が呼びかけなくても勝手にすると思ってるんですよ。でもしくは私の話の内容がね、面白くないと思ったらチャンネル登録を解除すると思うんですよ。そもそも私、チャンネル登録者数が何人なのかってことを全く気にしてませんし、気がついたら増えているっていう状態でいいかなと思うんですよ。で、一時期はね、私のチャンネルに興味を持った方も、今はチャンネルを解除する、もしくは解除せずにそのまま動画をずっと見てないってこともあり得ると思ってます。私のチャンネル登録者数はもうすぐ1万人を突破するわけなんですけども、ただね、再生数ってのは、ものによっては数十とかね、よくて100とか、で、1000いくものもあんまりありません。それで OK なんですよ。で、私が狙って再生数を取ろうとするものっていうのは、20万、30万っていうのはね、確かに存在するんですよね。うん、で、狙っているものっていうのは何かっていうと、まあ私はね、ナイトライダーっていう車が大好きで、その動画を上げると。そうするとその車ね、トランザムってもののカスタマイズした改造車ですね、こちらの方を上げている人ってのは少ないから、多分これは人気になるだろうなと思うわけなんですよ。これまた別の時に解説しますね。なんでこれを狙ってやったのか、そしてそれにはかなりの資金がかかるってこと、そしてこれは再生数を狙うためではなくて、自分が好きだからその車を乗ってるとかね、持ってるってことにも、そこが大きなわけなんですよね。ちょっと長くなりますね、この辺は割愛して。あの広告収入クソくらいってね、言われてましたけど、まさにそうで、私はね、 YouTube の広告収入なんて全く当てにしてないんですよ。まあ今でもね、少ない時で3万、多い時で5万から10万っていうのが毎月入ってきます。毎月です。でもそもそもそれを当てにして何かをしてるってことはないんですよ。で、強いて言えば YouTube のプレミアムに私入ってますんで、こちらの方のね、料金がいくらかは忘れましたけども、なんか2000円か3000円かかるんですよね。まあこれぐらいが担保できればいいかなと思ってるぐらいなんですよね。あとは YouTube は何のために使うかっていうと、もうね、ワントゥーワンなんですよ。私のメッセージが伝えたい人が一人でいいんですよ。一人いればもう YouTube を撮るわけなんですよ。この一人が一人のために送る動画、これがワントゥーワンメッセージ動画っていうんですけどもね、そういうふうに私が名付けたんですけども、私はこの戦略です。あのブログを作った時も、ブログをね、私は1万4000サイトを作ったわけなんですけども、これはね、一つのサイトが1再生されればいいかなと、 1PV 上がれればいいかなと思ったんですよ。 1PV でも毎日それがね、アクセスがあれば、1万個サイトを作ったら毎日1万アクセスなわけですよ。これをそのまま YouTube にも当てはめて、私は1再生確実にさせるような動画が1万個あればいいと思ってるんですよ。そしたら1万 PV でしょ、1万再生でしょ。でも多くの方っていうのは、たくさんの人に響くような動画を作ろうとしてゼロを続けてしまうことがあるんですよ。もちろんそれも悪いことではないと思います。ただ私の戦略は、ゼロになる可能性があるものをやるんではなくて、もう悪くても1、良かったら1以上ってものを狙ってます。これはね、投資の世界でも私はこれを応用してて、投資をする以上マイナスには絶対なっちゃダメだなと思ってるんですよ。で、ゼロに、なんか最悪でもゼロ、まあでもね、投資をする以上私は1は取ろうと思ってるんですよ。リスクリワード 4対6っていうんですけどね、必ずプラスになるように、わずかでもいいからプラスになるような活動しかしないということなんですよね。まあ悪くてもね、ゼロですよね。でもまあ YouTube に関してはゼロってことがありえないのは、なぜかっていうと、私はね、明確に誰かに対してメッセージを送ってるからなんですよ。で、私の動画っていうのは1万動画ぐらいあるんですけども、実はね、非公開の動画はその3倍あるんですよね。そのぐらい個人メッセージを送ってるんですよ。ひどい時には1日に40個同じ人に送ったものもあります。40動画ですよ。まあそれはね、私はね、暇だからできるんですよ。
暇だから思いを伝えることができますし、思いを伝えるからどん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 暇になっていくんですよ。時間が空いて、そしてお金の余裕ができていくってことになります。さあ今日のね動画もうこの辺でまとめたいと思いますけども、私が YouTube 動画に込めてるメッセージは今回花井龍馬さんが全部解説してくださってます。全部正解です。これはね N 国葬の立花隆さんの動画を解説している大悟さんの解説ぐらいイコールなんですよ。もう私にとってみたらね、もう花井龍馬さんがメンタリストじゃないかと思うぐらい私の心をねズバズバと言い当てられていて怖いなと思いますよね。まあただ私はねこれをね戦略的にやってるわけではなくて、最終的に何か売ろうと思ってやってるわけではなくて、ただ自分の内側から出る思いのままにやってるんですよね。うん、だからこれねビジネスにしようとかね収入上げようなんて全く思ってないんですよ。特に今の私は毎月の利回りとかね配当でやってますんで、要するにもう市場からお金を集める必要がないと、自分のファンからお金を踏んだくる必要がないわけなんですよ。でも多くの方っていうのはビジネスをやる以上自分のファンからお金をもらわないといけないんですよね。ですので必ず LINE に誘導したり、それからどっかのねセミナーに誘導したり商品の販売をしたりっていうところにつなげていく、これはねもう絶対正解だと思います。今日の動画でも開きましたけども、お金を増やすのが下手な人、お金借金を増やすのが本当にね上手な人って言ったら変ですけども、借金がね止まんなくなる人の特徴っていうのは、人からお金をね返す約束をしていただいちゃうんですよ。でもねビジネスっていうのはお金は返さないけどもお金ちょうだいって言ってるんですよ。だこっちがいいと思いませんか、返さなくてもいいお金を増やしていくのがね。私はそういう風にしていくべきだと思いますよね。うん、でもやっぱりねちょっとビジネス下手な人は返すから貸してって言うんですよ。私の場合は返さないけどお金ちょうだいっていうフェーズですよね、ビジネスをやってた時は。じゃあ返さないお金なんで払えるのかっていうと、お金以上の対価をギブしてるからなんですよ。30万もらうとしたら私は300万ぐらいのギブをするんですよね。だったら30万って相対的に安く感じるじゃないですか。でもねやっぱり30万とか50万が高いとかね詐欺だっていう風に感じさせるってことは、それ以上の提供してないんですよ。30万を踏んだくった割には29万しか提供してないんですよ。それは1万円損したらものすごい損したっていう風に感じさせますからね。そういう風なギブアンドテイクの精神で、私はね本当にねどうしようもない精神力だと思うんですよ。ギブアンドテイクっていうのはね、ギブアンドテイク、ちょっとここ長くなるんですいません、もうこれ最後にさせてもらいますね。ギブアンドテイクのギブとテイクってのは要するに 50-50 の関係を求めてるわけですよね。でも多くの方っていうのはテイクテイクテイクなんですよ。ちょうだいちょうだいちょうだいなんですよ。なんかないですかとかね、なんかありませんか、いい情報ないですかと、なんかやってくれませんか、協力してくれませんか、チャンネル登録してくれませんか、テイクテイクテイクなんですよ。私のためにやってくださいっていう、そんなお願いしかしないんですよね。その割にテイクしてもいろいろやってくださいっていう割には提供できるものが非常に少ないんですよ。だからなかなかファンができない、ビジネスもうまくいかない、人間関係もダメと、ひどい時には奥さんや旦那さんにも嫌われてるって感じでしょ。うん、だから家がね癒しになってないっていう、癒されるべき家とか家族友人、恋人が全然癒しになってないんですよ。もう完全に貸し付いちゃってるんですよね。自分の方が奴隷になっちゃってるわけなんですよ。まあそういうふうなことではなくて、我々が目指すのはギバーなんですよね。ギブ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 なんですよ。あげるあげるあげるんですよ。で与えれば与えるほど増えるものを与えればいいんですよ。与えれば与えれば与えれば与えるほど増えるものっていうのは何だっていうことなんですけども、一言言ったら信頼関係です、信用です。信用っていうのは与えれば与えるほどどん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 増えていく。はい、多くの方これをしませんね。なんかね信用を提供しないんですよ。人に信用を求めるんですよ。これもだから泥棒みたいなもんですね。テイカーですね。テイクテイクテイクなんですよ。人に信頼を求めたりとかする前に、自分がそれだけの人間なんですかってことを全然顧みないと思いますよね。まあ偉そうなこと言ってすいませんけども、例えばね、自分は約束を人に対してすごく求めるんですよ。予定通りじゃないですよとか、この辺どうなってるんですかとかね、情報来てないですよって。要するに人がミスったり、人が約束を破ったり、契約が変更になったりすることにものすごくね拒絶感を覚えてるんですよね。でしかもいきなりずっとね信用してた関係にまで裏切られたとかいうわけなんですよ。約束事って破られたりとか変更されたりするのは当たり前ですからね。だからね、約束一回も破られたことがないような、そんなね温室育ちぬるい人生を送ってきた人だけですよ。約束破られてあたふたするのは、今まで何回ね世の中に裏切られて、今まで何回友達に騙されて、今まで何回ねビジネスにやられて
それを心に深く留めていたら、信用するのとリスクヘッジするのがセットになってるはずなんですよ。で、そもそもね、人の約束とか信用とか契約変更とか情報が届いてないってケチつけれるような、そんなね、偉そうな人間に自分はなってるんですかってことなんですよ。自分だって言ったことができない、約束を破る、予定も変更がもうたびたびある、そんな力量なのに、他者に対してはものすごくね、要求するんですよ。約束を守れって、ね、言った通りになってないと、言ったこととやってること違うぞとかね、情報コロコロ変えてんじゃないとか言うんですよ。いやー、こんなね、誰、どんなね、偉い人間なんだと思いますよね。だから私は自己肯定感よりも自己否定感の方が勝つと思ってます。自分は大したことはないんで、自分はそもそもね、それほど偉そうな人間なんじゃないんで、人にケチはつけられませんよと、人が約束を破るのもそれもしょうがないじゃないですかとか、自分がケチな人間だから破られるんで、裏切られるんですよと、裏切って当然なのに私なんで、裏切った人すいませんでしたっていうことなんですよ。安く見られてるから裏切られるんですよね。安く見られてるからテイクテイク、クレクレ星人が寄ってくるんですよ。まあね、もっと言ったらね、クレクレ星人にすりゃクレって言われないような人間なんですよ私はねまあそんな感じでね、まあちょっとね、いろいろと言い過ぎましたけども、今回言いたいことは何かっていうと、花谷龍馬さんの久保哲郎の分析がもうピタリと一致ということでございます。本当にね、私はね、フルチンで立ってるようなもんですね、こうなるとでは花谷龍馬さんの動画のね、チャンネル登録をお願いしますと。私のチャンネル登録を減らしてでも、花谷龍馬さんのチャンネル登録をしていただいていいんではないかなと思います。すごくいい動画です。ありがとうございます。では、動画説明欄に花谷龍馬さんのね、今回の動画の URL リンク貼っておきますので、ご覧ください。ハロー YouTube。